みんなに言い忘れてたんだけど、プクリンが大好きなのね。でもプクリンって育成して戦わせたりとかってするのが難しかったから、プクリンのそばにいるに入れないみたいな感じだったんだけどさ、今回そのユナイトの情報見てたら、プクリンいるやないかーってなってあんなにたくさんいるポケモンの中からプクリンを遊べるようにしてくれて本当にありがとうという感謝の課金もね、右上を見ていただくとオーケー、ノイス、めっちゃ強えめちゃ強の極み、マジで。歌う入れます、これも入れます。最強のパーティーだね。僕レベルめっちゃ強いし、ハイパー鬼強プクリン14レベルおー、強い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 、うんうん、僕も結構頑張ってる。よーし、音速ダッシュで、あーダメかー、ダメかー、追加入れたいんだけどな。うえ、くっさー、ダメだー、負けたー。たまにはさ、キャラ変えてみるか。ずっとプクリン使ってるけど、誰がいいかな。これめっちゃ強そうだけどね、怪力。怪力強い。怪力。怪力購入するか。1000円でお願いします。よし、おっしゃー、いくぜ。これがプクリンちゃんですか。まあプクリンも時代に沿ってね、形が変わっていくと言っても過言ではないっていうかマジでプクリンとマッチせんな誰が何と言うこと、これがプクリンです。ちょっとやってみよう。おー、やばめっちゃ強い。KO 取っちゃった。ミラーマチ勝った。うらうら。つえつえ、攻撃力やばくない？すごっ。ぐー。ワンリキやばいかもしれんよ、これ。これがパワー。これサムネのポケモン変わってるかもしれない、次から。こっちになるかもしれない。えぐいんだけど。使い方全然さ、勉強してないのにもかかわらずこの強さだよ。うわ、やばやばやばいって。まあそうだよ、これプクリンだから、何を、誰が何と言おうと、ドーン、やばカメすら一人で狩れそうじゃん。プクリンだとカメ一人で狩るのめっちゃ大変なのに。うわちょっと出会っちまったかもしれん、ベストパートナーに。嘘でしょスーパープクリンと出会っちまった。